なんだお前ら、こっちにも。こいつがトニアンチだ。真っ暗で何も見えないのにどうやって戦う。しかもフリジンで。こっちからは丸見えだぜ。さっきのは白石の声だな。鉱山業者に雇われたか。そっちとは無関係だ。入れ墨を移させてくれたら分け前をやる。すぐに打ってこねえのは取引の余地があるってことだろ。ガキに当てたくないだけだ。さっさと風呂から出さなきゃ打ちまくるぜ。龍の声だ。音がごちゃごちゃで分からんな。向こうへ連れて行け。ひとまず森へ逃げろ。銃を持ってるのはトニアンジだけのようだ。同士討ちを避けるためか。明かりのある方へ逃げられないように旅館を背にして近づいてきた。あいつら闇の中の戦いに慣れている。用心深く銃を近くに隠してたのは尾形だけだ。また嫌味を言われる。明かりを消せ。松明に近づくな。銃を持ってる奴がいるぞ。